衣食住ラムです。前回はですね、箱根園のロープウェイで駒ヶ岳の方に登ってきました。今回はですね、山中湖からふもとっぱらの方へという流れで行こうかなと思ったんですけれども、山中湖でちょっと思わぬハプニングがありましたので、その状況をお知らせしたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。おはようございます。今6時です。寒くてエフヒートつけてますけども、ここでも半袖で過ごせる状態です。お、くんだよこれ。すごいなこれ、ズームは。お、くんだよ。水まいとるの。くんだよ。天井真っ白、天井真っ白や。寒い。先ほど午前6時37分ごろ、関東甲信地方で最大震度5弱の地震がありました。新しい情報です。先ほど午前6時37分ごろ、関東甲信地方で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。地震の震源は山梨県東部富士五湖。震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 と推定されます。はい、今、揺れが収まってから行動してください。私たちは山中湖にいますね。地震があったみたいですね。震度5とかって言って出るけど、ガラスや塀など倒れやすいものから離れてください。全然気づきませんでした。直ちに身の安全を図ってください。嫁さんが気づいたんですね。私は外で富士山の写真を撮ってました。火口を確保してください。火元を確認してください。次回はですね、ふもとっぱらキャンプ場で最後の一日を過ごしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。